ちょっと今日一旦聞いてもらっていいあたしこう見えでスナックのままやってるんだけど、娘と二人でやってんのね。常連のお客さんの話なんだけど、その人結構なおじいちゃんなんだけど、常に金ないのよ。なんでないがつどやっぱパチンコやったり、すっからなんか金なくなってんのね。で、その上、ロリコンクソじじいなの。 ロリコンなの一回さ孫ほどの年のさうちの娘の毛さわりやがって私も無事切れで出入り禁止にしたんだよだけどうんと反省してっからっつってめちゃくちゃ LINE で謝ってきたのねだからまあ一回ぐらいまあ多めに三日と思ってじゃあまだ来ていいよって言ったの んで、来るようになって、まあまあ、なんか、まあ、おとなしくはなってきたわけ。ある日、あたしがさ、昼間くつろいでたらさ、ピローンって LINE になったわけよ。そしたら、そのじじいからで、ママ、今日カレー作りますかって、言われたわけ。あたしの店って、料理とか出すわけじゃないから、ええ、プライベートでって思って、え、なんでって聞いたのね。 そうしたっけ俺食い物ねえから、カレー作ったら恵んでくれっつうわけ。ああだし頭さきてさ、多めの彼女がっつうのっつって。だってね前に、高熱費足りなくなっちゃったから、電気止められちまうから、ママに0 0 0貸してけろって言われて、貸したこともあったのね。そのさ、優しさにつけ込んでんだか知らねえよ。 だけど、今日カレー作りますかって作ったら恵んでくださいってふざけんなって話じゃないだいたいあだし料理しねえしと思ってムカついてたの。で、そのじじいに、もうママはもうあんたの顔も二度と見たくないっつって LINE してやったんだ。したっけさ、なんかずっとカレーカレー言っちゃってたもんだから、カレー食いたくなっちゃって、その後速攻でスーパーに行って、 カレーの材料買って、カレー作って食ったよね。